柳。念願のマイホームって、こんなのただの中古品じゃん。玄関のドアをくぐりながら、夏美はため息を吐き出した。都心で庭付きの一軒家を持つのが、どんなに大変なことであるか。まだ高校生の夏美でも、それくらいは知っている。だとしても、この家は築30年は優に立っているだろう。誰かがかつて住んでいた家。そう考えると、なんだか気持ちが悪かった。両親は二人とも子供の頃からアパート暮らしであったそうだ。結婚後はマンションに移り住んだが、家という存在に強い憧れを抱いていた。だからローンを組んで一軒家を手に入れた時には、それはそれは浮かれていた。夏美自身も昨日の晩は興奮で寝つけないほどだった。だがいざ訪れてみた家は、何とも冴えない、住宅街の背景として埋もれてしまいそうな家だった。白であったはずの外壁はすすけた色になっていたし、青い屋根瓦も古臭い。庭は雑草が生い茂り、かつての住人が置いていったであろう物干し竿が錆びてボロボロになっていた。屋内はいくらかリノベーションが施されているようだった。キッチンや風呂場、トイレなどは最新式のものになっている。それでも間取りの古さは建築に関してど素人の夏美であっても分かってしまう。ため息ばかりの夏美だったが、2階の自室を開けてみれば、すぐさま気分が浮上した。広いじゃん。マンションの自室は4畳半で、ベッドと机でほとんど埋まってしまっていた。だが新しい自室はおおよそ6畳はありそうだし、クローゼットもついている。それに2面が窓になっているおかげで開放感に満ちていた。まあ、これならいいかな。悪いところ探しをしたって仕方ない。これくらい部屋が広ければできることも増えるだろうし、壁に画鋲を刺しちゃダメだとか、そんな心配もなくなるのだ。住めば都だなんて言葉もある。中古品の一軒家だって、住めば愛着も湧くだろう。あ、お母さん、私の荷物って。部屋の外で、ぎしっとかすかな音がした。てっきり母が来たのかと思って振り返る。けれど、そこには誰もいなかった。なんだろう。今確かに音が聞こえたのに。誰もいない廊下を見つめて、夏美は首をかしげた。ああ、そりゃ、柳だよ。引っ越し1日目の夜は、段ボールだらけのダイニングでコンビニ弁当を食べていた。最低限ベッドで眠ることはできるように、慌てて荷物は開けたものの、キッチンで料理を作るにはもう少し時間がかかりそうだ。柳？夏美が問い返すと、父はビールを飲みながらうなずいた。前のマンションは鉄筋だったし、比較的新しかったからあまり聞こえなかったけどな。この家は木造の部分も多いし、それに古いから聞こえるんだよ。ほら、木材って湿度によって膨らんだり縮んだりするだろう。その時にギシギシ言ったり、パキってかすかに弾けるような音が聞こえることもある。それって、大丈夫なの？これくらいの一軒家じゃよくあることだよ。大丈夫。買う前にシロアリとかがいないか、ちゃんと調べてもらってるから、心配ない。その時、
タイミングを見計らったように、2階で、ぎし、ぎし、と音がした。ほら、今も聞こえただろう。木がきしんでるんだ。誰かが歩いてるみたいな音だった。夏美が口をへの字に曲げると、父は声を上げて笑ってみせる。夏美は怖がりだからな。もしかして本当に誰かが住んでるのかもしれないぞ。ちょっと、やめてよ。もう子供じゃないんだから怖くないって。でも、と、それまで黙っていた母が口を開いた。確かに、誰かが歩いているような音に聞こえたわね。なんだ、母さんまでそんなこと言って。ほら、やなりってもっと家のどこかで鳴っているような、もうちょっと曖昧な感じじゃない?でも今の音は2階の廊下から聞こえたような気がしたから。ぎし、ぎし、とまた音がして、三人はしばし押し黙る。ねえ、お父さん、この家ってまさか、事故物件だったり。そんなことは絶対にない。ここを紹介してくれたのは、お父さんの同級生なんだ。前から掘り出し物があったら教えてくれって頼んでおいたんだよ。そいつが事故物件なんかじゃないって言ってたから、間違いない。なら、いいけど。ほら、あまり神経質になるのは良くないぞ。どうせすぐに慣れるさ。前の時は二つ隣の赤ん坊が一日中泣いてたけど、しばらくしたら慣れただろ?慣れたって言えば慣れたけど、やっぱずっとうるさかったけどね。赤ん坊に比べれば、やなりなんて可愛いもんだ。家がちょっとぐずってるって思えばいいんだよ。そんなものだろうか。夏美は天井を見上げながら考える。でもおそらく一週間も経たないうちに気にならなくなってしまうだろう。だからきっと大丈夫。ひとまず今はそう思い込むことにした。またお客さんが来てる。引っ越ししてきてからおおよそ1ヶ月が経っていた。やなりは相変わらず続いており、未だに馴染めないでいる。父は木材がきしむ音だと言うけれど、どうしてもそうは思えなかった。ぎし、ぎしと時折響くその音は、もっとはっきりと意志を持った人の足音によく似ている。だから夏美と母がやなりの話をするときは、お客さんが来た。と言っている。昨日は夜中も結構歩いてたよね。そうね。母は庭に面した和室で洗濯物を畳みながら、いささか上の空でうなずいた。母さん、どうかした?気になって問いかけると、母は困った顔をする。ねえ、匂わない?匂うって?くんくんと嗅いでみても気になる匂いはしなかった。母はどこか不安そうにぐるりと部屋を見回すと、ますます困り顔になる。特に感じないけど、何の匂いがするの?お線香の匂い。その時、不意に白檀の香りがふわりと鼻孔をくすぐった。驚いて目を見開き、もう一度匂いを嗅いでみる。本当だ。お線香の匂いがする。よかった。あなたにもわかるのね。なんだかね、この部屋のそばにいると、
お線香の匂いがすることがあるのよ。お隣さんがお線香をあげてて、その匂いが流れてきてるとか？だったらいいんだけどね。と母はどこか歯切れが悪い。でもね、窓を開けてない時も匂うことがあるのよ。そのせいか、一日中ずっとお線香の匂いが漂っているような気がして。それでね、気がついたんだけど、ここって多分、仏間じゃないかしらって。仏間。それは私にはまるで馴染みのないものだったが、どんな部屋であるかは知っている。仏壇を置いておく部屋だ。リビングと隣接した四畳半の和室は、仏間と言われれば納得できる。父さんには話した？話してないわ。この家のことであまり不満を言いたくないのよ。あの人がどんなに頑張っているかわかるでしょ？うん。父はこのところ残業続きだ。ローンを返すために一生懸命に仕事をしているのだろう。だがそのために帰宅が遅いことこそが不安の一因にもなっている。大丈夫よ。事故物件じゃないって言っていたし、住んでいればだんだんと私たちの家になっていくはずよ。そうだね。夏美は肩をすくめながら同意した。それ以外に選べる答えなどなかったのだ。線香の匂いはずっと鼻孔に染みついて残っていた。真夜中に目を覚ました夏美は、うんざりとため息を吐き出した。スマホを開けば、まだ真夜中の3時だった。こんな時間に目が覚めるのは、お手洗いに行きたくなったからだ。面倒くさい。ベッドから出たくない。真冬ほど寒くはないが、それでも暖かな布団から外に出るのは億劫だ。だが悩んでいても仕方ない。起き上がってスリッパを履くと、眠い目をこすりながら歩き出す。お手洗いは廊下に出て、階段のすぐ横にある。この時間は、階下は完全な暗闇だ。ぽっかりと穴が開いているようで、ぞっとしない。早く済ませて、ベッドに戻ろう。手短にお手洗いを済ませると、再び廊下を歩き出す。その時、ぎしりと大きな音がして、夏美は肩を跳ねさせた。きしむ音は、はっきりと階下から聞こえてきた。今までの柳は、人が歩いていると感じることはあったものの、もう少し距離が遠かった。例えばそれは、一階にいる時に、二階から聞こえる物音や、部屋にいるときに廊下から聞こえるものだった。だが、今は、すぐ目の前の闇の中、階段の下から聞こえたのだ。まるで階段を誰かが登ろうとしているような、ちょうどそんな音だった。ぎし、ともう一度音が響いて、夏美の心音が跳ね上がる。登ってきた。今の音は、先ほどより少し近づいた。まさか、そんなはずはない。両親も今の時間は、二階の寝室で眠っている。もし用事があって、一階に降りることがあったなら、必ず電気をつけるだろう。だが階段はあまりにも闇が深いのだ。ぎしーとさらに音が鳴る。電気をつけて確認する。それとも部屋に逃げ帰る。夏美はどちらも選べずに闇を見つめたまま凍りつく。ぎし
ぎし、ぎし。響く音が心臓に突き刺さりそうだった。今にも闇の中からぬらりと見知らぬ誰かが現れる。そんな幻想が離れない。ダメ、ダメ。早く部屋に戻らなきゃ。何もない。何も怖いことは起こらない。だから、見てはダメなのだ。音が聞こえただけならば、すべて気のせいにしておける。夏美？背後から聞こえたその声に、夏美は今度こそ飛び上がる。振り返れば、そこには部屋のドアから顔を出している母がいた。お母さん。びっくりした、と言いかけたところで、母が大きく目を見開く。誰？母の目は、はっきりと夏美の背後を見つめていた。お母さんはね、昔から霊感みたいなものがあったの。翌朝、父が会社に出かけた後に、母はぽつりぽつりと話し出した。あの後、夏美も階段を振り返ったが、そこには誰もいなかった。だがそれ以上に、恐怖に怯えた母の顔が怖かった。明日必ず話すから。母は絞り出すようにそう言うと、お互い部屋に戻って眠れない夜を過ごしていた。幸か不幸か、今は春休み中だった。夜にしっかり眠れなくても問題ないし、昼間はたっぷり時間がある。とはいえ、こんなにも心が弾まない休日は、今までで初めてだったけれど。そんなに大したものじゃなかったのよ。少しだけ勘が鋭いとか、それくらい。そうね。例えば、誰かが帰ってくる前に気配に気づいて玄関に迎えに行ったり、それくらいのものだった。そういえば、家に帰ってきた時に、母が玄関で待っていることはよくあった。あまりにもよくあることだから、当たり前になっていたが、確かに不思議なことだった。それで、この家に来てからはどうなの？そうね。最初に来た時には、誰かの家にお邪魔している気がしたわ。でもあまり気にしなかった。慣れない家だからそう感じると思ったの。でも、しばらく経っても、その感覚は消えなかった。自分の家じゃない、他人の家に入っていく感覚。うっかり間違えて、隣の家の玄関を開けちゃったんじゃないかって、そんな風に感じるの。それは夏美にも覚えがあった。学校から帰ってきてドアを開けると、思わずぎょっとしてしまうのだ。しまった。家を間違えた。そんな風に思えて取り乱す。けれど落ち着いてよく見てみれば、玄関のカーペットも並んでいる靴も、すべて見慣れたものだった。そんなことが、引っ越してから一ヶ月ほどの間に数度あったことを思い出す。他にもね、さっき言った通り、私は誰かが家に帰ってくると少し前にわかることがあるんだけど、最近はそれが外れることが多いのよ。玄関に行っても誰もいない。でもそれはただ、勘が鈍ったんだと思っていた。そうじゃないって思うような何かがあったんだよね。夏美が身を乗り出して尋ねると、母は暗い顔でうなずいた。お線香の匂いがするって話したでしょ？あの後もね、時々匂いが気になることがあったの。
それである日、台所で洗い物をしている時だったわ。そうすると、ちょうど和室を背にすることになるでしょう。その時も、ふわっと、お線香の匂いがしてきて、なんとなく肩越しに振り返ってみたの。そしたら、和室におばあさんが座ってたの。おばあさんが？ええ。小さくて痩せた背中だった。髪は真っ白で、私には背を向けて、多分手を合わせていたんじゃないかと思う。びっくりしたけど、近所のご老人がうっかり入り込んだんじゃないかって思ったの。それで湯沸かし器を止めて、手を拭いて振り返ったら、もう誰もいなかったのよ。私は思わず和室を見た。今その部屋はぴたりと襖が閉じられている。ここに越してきた最初の頃はよく開いたままになっていたが、最近は閉められていることが多かった。それはその老婆が原因だろうか。それで、昨日の夜は何が見えたの？わからないわ。多分男の人だったと思う。あなたの後ろから不意に現れて。でも、現れたと同時に消えてしまった。私はしばらく黙り込んだ。お化けなんて信じていない。ホラー映画は怖いけれど、心霊スポットに行くドキュメンタリーなどは全部がやらせだと思っていた。だけれども、今この家で起こっていることはおかしいのだ。気のせいだと思い込むのもそろそろ限界になっている。ねえ、お母さん、やっぱりこの家おかしいよ。何もなかったなんて信じられない。わかってるわ。でも、どうしようもないのよ。もう他に家を買う余裕なんて全然ないし、引っ越すのだって大変なの。でも、何かあってからじゃ遅いでしょ？本当に何か起こったら、お金がどうとかそういうレベルの話じゃないじゃん。簡単に言わないで。悲しいけど、お金が全てだってこともあるのよ。お母さんも働ければいいけど、それが難しいのはわかってるでしょ？お父さんの仕事だけで家が買えたのは奇跡なのよ。それは、わかってるけど。母は、夏美を出産してから大きく体調を崩したのだ。もともと体があまり強くなかったのだと聞いている。今の母に、フルタイムでの仕事は無理だろう。確かに母が言う通り、父の給料分だけでこんな暮らしができるのは、今の時代では奇跡なのかもしれなかった。こんなことを言いたいわけじゃないの。でも本当にどうしようもないのよ。本当にその通りなのだろう。私がため息をついてうつむくと、母も重く息を吐く。そうね。でも本当に何もなかったのか、もう一度聞いてもらいましょうか。もし何か隠していたのなら、それを理由に契約を破棄できるかもしれないし。お父さん、嫌がりそうだね。そうね。もしそうだったら、友達に嘘をつかれたことになるし、疑ってかかるのも嫌だろうし。でも、夏美も知りたいでしょ？うん。夏美が大きくうなずくと、母もゆっくりとうなずいた。やはり、事故物件ではないそうだ。数日後、母と夏美の要望を受けて、父は改めて不動産屋に確認を取ってくれたらしい。
予想よりもすんなりと話を聞いてくれたのは、父自身もこの家に関しておかしいと感じているからだろうか。事故物件ではない。ただ、と父は言葉を続けた。前の住人は交通事故で一家全員が死亡したらしい。夏美も母も思わず息を飲み込んだ。ある日突然一家が交通事故で死亡する。つまりこの家は何気ない日常から一変して不意に人が消えたのだ。でもそれじゃあ事故物件にはならないわね。母の言葉に父はうめくように息を吐く。ああ、その通りだ。確かに事故物件じゃない。けど、分けありなのは間違いないんだ。なのにあいつ、それを黙ってるなんて。悪気はないのかもしれないわよ。そう思いたいよ。父が頭を抱え込むのを横目に見ながら、夏美はどうすればいいのか悩んでいた。それでも、もうこの家にはいたくない。一日でも早く出て行きたい。そういうのはわがままになるだろうか。お金の問題。それはあまりにも大きいし、今の夏美ではどうしようもない。たかがお金。されどお金。まるで目に見えない何かによって、がんじがらめにされているかのようだった。売りに出そう。え？続く父の言葉に、夏美は思わず声を上げた。すぐに買い手が見つかるかなんてわからないし、金が全部戻ってきてくれるわけじゃない。この先一軒家に住むのも、きっと難しくなるだろう。もしかして、お父さんも何か見たの？問いかけると、父は渋い顔でうなずいた。この間、遅く帰ってきた時に、玄関に座って靴を脱いでたんだ。なんとなく後ろを見たら、足が見えた。てっきり母さんの足だと思って、しばらく話しかけてたんだが、返事がない。おかしいと思って、もう一度振り返ったら、そこには誰もいなかった。あの時は疲労のせいだと思ったが、それ以降も何度か家に戻るたびに、誰かが玄関に迎えに出てくる気配がしたんだ。この家には、確かに何かがいる。うん。私は、大きくうなずいた。嬉しかった。てっきり父は心霊現象など認めてくれないと思っていた。でも今はこの不安を家族で共有できている。それだけでも随分と心が軽くなる。次の週末にはしっかり相談をしてくるよ。新しい家もできるだけ早く見つけよう。けどしばらくは外食なんてできなくなるから。その辺は仕方ないからな。わかってる。私もバイト探して少しでも協力できるようにするね。バカ言うな。お前の本分は学生だろ。しっかりいい大学に行って就職する方がずっと大事だ。父の言葉に母もうなずいて同意する。夏美は少しばかり気恥ずかしい思いをしながらも、ありがとう、と小さく口にした。意外にも引っ越しの話はトントン拍子に進んでいった。父の友人だという不動産関係者は、事故死のことを知らなかったそうなのだ。まさかそんな物件ならあんなに進めはしなかったと随分嘆いていたらしい。今さら契約を覆すことはできないが、せめてもの罪滅ぼしに
急いで物件を探してくれたそうだった。いまいち納得はいかないが、どうしようもないことなのだろう。あいにくと家はまだ買い手がついていなかったが、新しい住居は見つかった。今よりもずっと郊外で、今よりもずっと狭くなって、元通りのマンション暮らしに戻るのだ。だがこの家から抜け出せるならば構わない。やなりは引っ越しの前日までずっと同じように続いていた。それでも私は最後まで恐ろしいものを見ずに過ごすことができたのだから、幾分かマシだったに違いない。短い夢だったな。荷物を詰め込んだ運送会社のトラックは少し前に出て行った。がらんとした家を見上げて父が寂しそうに言う。母はそんな父に寄り添うと黙って腕を組んでいた。そろそろ行こう。あんまり遅くなったら運送会社の人も困っちゃうよ。そうだな。私が声をかけると、父は振り返ってうなずいた。その顔は以前よりもはっきりと疲れが見えている。目の下のクマも濃くなったし、白髪も増えたようだった。きっと私や母よりも父の方がダメージを負っているのだろう。運転、私がしましょうか？そんな父に気遣って、母が優しく尋ねたが、父は大丈夫だと首を振る。そうして私たちは車に乗り込んで、ほんの一時だけの我が家だった場所を後にした。新しい家はここからはかなり遠いので、高速道路を使って移動する。久しぶりのドライブだったが、車内の空気は明るいとは言い難い。あの家から逃げられた解放感はあるものの、家探しや引っ越しで皆が疲れ切っていた。会話もろくに弾まない。夏美はぼんやり車窓の外を眺めていた。あの家の事故に遭ったって人、家族で旅行にでも行ったのかな？夏美は後部座席に座り、母が助手席に座っている。ぼんやりと思いついたことを尋ねると、父とミラー越しに目が合った。ああ、まだ若い夫婦だったらしいからな。若い夫婦？なんとなく、引っかかって問い返す。ああ、前の住人は30代後半の夫婦だったって聞いてるよ。新居を手に入れて、これから子供でもって時に、事故に遭ってしまったらしい。おばあさんは？おばあさん？あの家には、おばあさんもいたはずだよ。いや、父さんが聞いた限りじゃ、二人家族だったって話だったぞ。なんだろう。何かが引っかかる。でも、だって、お母さんは、おばあさんを見たと言っていた。前に住んでいたのが、夫婦だけだというならば、あの老婆は、一体全体誰なのか。ねえ、ちょっとあなた、スピードを出しすぎじゃない？絡まる思考に、母の声が入り込む。ああ、そうだな。いや、おかしいな。ブレーキが効かない。冗談でしょ？おかしい。ハンドルも動かない。なんでこんな。お父さん、前！夏美は引きつった悲鳴を上げる。目の前には大型トラックが迫っている。それでもスピードは緩まない。父さんが必死にハンドルにしがみつき、母さんが何かを叫んでいる。クラクションと同時にガラスが粉々に砕け散る。それはまるでスローモーションのようだった。キラキラ光る鋭い粒手が夏美の顔を引き裂いて
次の瞬間、激しい衝撃に襲われた。そこで光は消え去って、すべての感覚がなくなった。結局私たちはあの家に戻ることにした。いろいろなことがあったけれど、住めば都だなんて言葉もある。中古品のこの家にも今では愛着が湧いてきた。最近では家鳴りも気にならなくなってきたし、新しいお客さんもやってきた。この家にはいろいろな人が住んでいる。新しく来たお客さんもこの家を気に入ってくれることだろう。玄関が開く音がして、誰かが家に入ってきた。迎えに行こう。歓迎しよう。新しい家族。楽しい我が家。みんなこの場所でずっと幸せに暮らすのだ。